完全に読みを外しもうたが、ちょっと待てよ、一回モロトフちゃんをこうですよ、こうでポイントほら入れてる入れてる入れてる、モロトフちゃん当たってる、大ヒットよ大ヒット、モロトフちゃん大ヒットなる、ほら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 、もう完璧完璧この位置。はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回もコールオブデューティーブラックオプスコールドをプレイしていこうと思います、よろしくお願いいたします。で今回使っていこうと思ってるロードアウトはこちらですね、 AK47 のカスタムクラスになるんですけども、この瓶ですよ、リーサルのモロトフに今回めちゃめちゃ注目していきたい。リーサルは全部でですね5種類あるんですよね、モロトフ、トマホークでフラグ、 C4 セムテックスってあるんですけども、このモロトフはですね攻撃し続ける時間が長いということで、長時間ね敵にプレッシャーを与え続けられるリーサルはこのモロトフなんじゃないかということで、今回はですねこのモロトフを2つセットするんですね、これですよワイルドカードのデンジャークロースでね、でモロトフ2つ入れて大好きな AK47 ですね、カスタム的にはこんな感じ、マイクロフレックス LED KGB エリミネーターつけて、でこれですねスペツナズグリップでこれ40ラウンド、さらに GRU 男性ラップつけて、でハンドガン一応こんな感じですね、1911ですね、軽く紹介しておきます、ちょっと変えましょうか、こんな感じしておきましょうか、こんな感じでいきます。でスティームショットで今回のテーマであるモロトフ2つ、フィールドマイク、フラッグジャケットとリストックでしっかりとモロトフも回復しながらのゴーストで対応していくと、このロードアウトで今回やっていこうかなということで、と今回ねハードポイントでうまいことモロトフを活用していこうかなと思ってますね。ということで今後もですねハセシンのチャンネルでは皆さんに楽しんでいただける動画をですねどんどんと投稿していきますので、おそらくこの動画を見てくださってる方の中にですねまだチャンネル登録ができてない方もいらっしゃると思いますので、チャンネル登録と良ければですねグッドボタン、高評価ポチッとよろしくお願いいたします。それで行きましょう、ハードポイントレッツゴー、さあ、行きましょう。チェックメイトでのハードポイント。えほ、えほ、えほ。最初のポイント、これかなり、モロトフ輝くんじゃないですか、これ行きましょうよ、どんどん。どんどん行こうぜ、どんどん行こうぜ。まずモロトフ、一個。で、もう一個、投げていく。ここで、モロトフで燃え続けるんですね、これ見て。燃え続ける長さがすごいぜ。うわ、めっちゃ来たぞ。まだ燃えてるからね、ほら。だからまだ正面ね、かなりプレッシャーになってるんですよ、これ。だが、しかし敵裏取りしてきたな。めちゃめちゃいい動きしてきたな、これ。これはやばいのでは、おお、そこも抜いてくる。こりゃ敵めちゃめちゃ強いのではと。てか、リスポーン飛んだな。これやべえな。なるほど、なるほど。ネクストのこと考えて、これ。リスポーンをゴリッと取ってきた可能性が高いか？カットしてく。ここでポイント待てよ。入られた。正面投げとく。で、もう一個奥に投げとく。これですよ。このプレッシャーね。このモロトフのプレッシャーよ。いや、でも壁抜けしてくるか。うめえな。圧力すごいっすね。さあでもね一回ポイントの中にがっつり入っちゃって、中央ら辺に入っちゃって、そこからの防衛ラインのキープですよ。結構ね防衛だな、攻めというよりかはね本当に結構防衛に使えるんじゃないかなと思いますので、さあ壁抜き当たっているな、ちょっと行ってみるか正面、いや待って外周いるぞこれ、カットできる、これがいけよ、女の強みちゃん安定ちゃん、待ってね一回投げといて、僕投げといて手前いんのね、いや待って、まあでもセンターの方燃やしてるからほら今敵地点でうまいこと入れてないんじゃないかこれ、プレッシャーでモロトフので、もう一回俺が帰ってくる、これ手前いないよな、モロトフ投げてプレッシャーで、モロトフ投げてプレッシャー与えていく、こうですよ、いやーでも厳しいか、敵が純粋にめちゃめちゃ強いので、これはどういう風に抑え込んでいくかがかなり大事になってきますが、センター下いるからカットしていく、ネクストナイス、上からの防衛でいきましょうか、リスポーンが変わってるような気がするですよね、ちょっと待ってこれは難しいな、これは難しいな、カットしながらだ、どういこうかだな、そこいると思うんだよね、でポイント入られて分かってるから行くぞ、よっそっちからも来るか、でこっちからも来るから、まだいいのね、いや待って倒したはいいが、待ってよ待ってよ、どっからどう来るかが分からんぞ、グレ来たか、いやーマジか、そこいたかまだ、さあ行こう行こう行こう、とりあえず牽制でモロトフポイントなんか入れていく、もう一個奥にも入れていく、これだよこれ、この牽制この牽制で正面の右奥からは多分入れないとなってると思うから、入れなくなってると思うので、ここでポイント、いやー厳しいか、ワントリが切るかな、さあでもナパームあるんで、ナパームは次のポイントに残しておきましょうか、さあ今回は防衛メインでいくぞ、こうなったら正面奥ガッとしていく、ヘッドライン捉えていくぜ、でこの奥、この奥もねもうもっと投げちゃう投げちゃう投げちゃう、でここの狭いも投げちゃう、でここでほらしっかりとねここ燃え続けるんで10秒ぐらい、それだいぶプレッシャーよこれ、そこのところからも敵顔出せないんじゃないかな、モロトフが気になって、多分そこのね奥いると思うんですけど、ほら
煙がね、煙って、煙じゃねえ、炎だ、炎が収まったら来るはずだから、多分そこら辺来るな、次で、そっちの辺からも来るんじゃないかと予想していく。で、いいプレッシャーなってるこれ。で、モロトフが溜まるでしょこれ。で、牽制、いや待って、燃やしちゃった自分を。だがしかし、ちょっとチラッと行ってみようか。まだいるね、これどういくかだな。でもだいぶ耐えてはいる、耐えてはいる。まだいるか、いない、耐え切ったんじゃないこれ、耐え切ったね俺。いいぞいいぞいいぞ。でここにナパーム出すんだよ、ナパームダイレクトに出す。ちょっと待って、まだ起きる、やばい、危ないよこれ。顔出してくると予想、来るか来るか来るか、ナパームリスキルしていく。来ないっぽいね、来ないっぽいねと思いきや来るからカットしていくんですね、こういうことっすよ。待ってね、ナイスカバー、ありがとう、見方助かる、マジでありがとう。下はどうだい、これ大丈夫かな。ここに一回フィールドマイクを展開しておいて、ポイントの一歩奥へ、ここで奥へ行く。で、さらにウォーマシンを溜める。羽根登っちゃいましょうかこれ。奥はいないっぽいね、大丈夫っぽいね、こういうことですよ。で、ネクストがここなので、ちょっとウォーマシン出しちゃおうかなと思っておりますが、さあどうだいどうだい、この奥だよね、当たりハンデ出てるね、ねえ、さあ倒していく。ここのポイント任せてくれ。で、モロトフでこうだよ、で、牽制でそこ燃やしておく。で、正面から多分入ってくるの、だいぶしんどいから、羽の下いるっぽいけど、大丈夫かこれ、この辺いるっぽいけど、とりあえずは大丈夫そうですけど、まだ燃えてるか、モロトフすげえよこれ、相当なプレッシャーよこれ。で、敵からしたらもう正面から来るのだいぶしんどいしんどいなってるので、ここで裏かな、裏ですね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 。さあどうだ、で、モロトフ追加すよ、こういうことよ、で、こうよ、で、こうよ、こうよ。いや、モロトフじゃなくて上おもしあまり当たんなかったか、当たってたけども倒すことはなかなかできず、だけどもポイントの中で耐えていきながら AK47 でのこのエイム。さあ待て、2人は厳しい、任しとけい、そういう時には巡航ミサイルでと、はいはい、ダブルキルからの減速、この辺置いとしてくれ、当たってはいるね。よっしゃ、モロトフ行こうか、ガンガン行こうか、この奥怖いけども、もう投げとく、奥に投げといて、当たってるね当たってるね当たってるね、出てき、引くんちゃう引くんちゃう、後ろに引いたか、引いてはいるのか、いや奥から打ってきたか。でもあれを敵をね一歩後ろに多分下がらせたんですよね、モロトフで。だから敵の前線を下げることにも全然できるんで、活用できるんで、そういうところをしっかりと押していきたいね。モロトフ装備、モロトフ装備ちゃん、ちょっと右流れたっぽいね。だったら一発でかいの出しておこうか、一発でかいの出しておきますわ。これでセンター入ってしまえばかなり楽になるんじゃないかなと思うんだけども、さあさあさあ、敵のウォーマシン警戒していきたい、ガッとしていく、ジャンプショット40ラウンドの強みちゃんで、モロトフちゃんがあるからどっから来てんのか分からへんけど、そこ怪しいね、ナイスだね。で、ネクストのポイントにモロトフちゃんですよ、ここネクストも入っといて、で、マイクちゃんここに置いといて、あっぶな、マイクちゃんまだ生きてるので、いやそっちにスポンなるかマジで逆か、完全に外したな、読みが。完全に読みを外してもうたが、ちょっと待てよ。一回、モロトフちゃんをこうですよ。こう。で、ポイントほら、入れてる、入れてる、入れてる。モロトフちゃん当たってる。大ヒットよ、大ヒット。モロトフちゃん大ヒットなる。ほら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 。もう完璧、完璧この位置。これよ、魔法の瓶。からのこの AK47 の壁抜き、ボーン。いいでしょう。で、ちょっと手前に出しといて、さっきの感覚でもう一個奥に出しゅう、出しゅう、で、横から俺から横をガッとしていくんですね。で、これも伸びて、伸びて、伸び伸びと、伸び伸びとスライディングしていきながら、これはやばいぞさあ、どんどん行こう、どんどん燃やしていこう、ポイントなんか、はい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 、いってらっしゃい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。で、これで燃やしていく、牽制になってると思うぞ。はい、燃えてる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 、当たりハンデ出てる、からの、からの、こういうことですよ。勝利いいっすね、250対142、最高。サービスプレイ見ていきましょう。でもよかったでしょ、モロトフプレイ。この方もモロトフ使ってる。やっぱりハートポイントとモロトフの相性はめっちゃいいっすね。本当に今回ね、かなりいい使い方ができたんじゃないかなと、モロトフで。
一回地点から敵を離したりとか、敵のね前衛線を下げさせたりとか有効的に使えたんじゃないかなと思います。ということで今回の SPM 見ていきましょう。9020スコア、43キル14です。キルレ 3.07 ということで、スコアボード的にはこんな感じ。タイムも3桁いったんでよかったんじゃないでしょうか。バチバチにハードポイントやってきました。ということで今回のこの動画、少しでもナイスプレイとかナイスモロトフ防衛だったよと思っていただけたら、皆さんチャンネル登録とグッドボタン高評価をぜひよろしくお願いいたします。高評価の方は本当に動画投稿のモチベーションの向上につながるということで、普段押してない方でも今回ワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。